大谷焼は今もね、そのネロ黒を用いて大きなものを作ってますね。二人一組の技法ですね。作る人と回す人の呼吸が合わないといいものができないと言われますね。中にその機械でできないんですかと言われる方もいますけども、やはりこの人のリズムというね、それが作り手に伝わってきますので、足で回してもらった方がすごくね、リズムがやはり優しいんですね。上薬が、生掛けというね、作った次の日にかけるんですね。大きなものというのは素焼きをすると傷になる。